永田豊氏はビジネス作家、知的生産研究家、株式会社ショーケース共同創業者、代表取締役社長。知的生産研究家、新規事業プロデューサー、株式会社ショーケース代表取締役社長、福岡県出身。1988年九州大学経済学部、経済工学科卒業後、リクルート入社。 新規事業畑を歩み、企業向け通信サービスの営業を経て、アニメ、漫画、ポケモンゲームなどで知られるメディアファクトリーの設立に参画。様々なコンテンツビジネスに関わる。その後、独立し、ワークスコーポレーションにてディートプワールドやクグワールドなどの編集長を務める。同時期に、フロックエンターテイメント代表として、寺井きなど、 CG アイドルのキャラクターの半券管理を行う。寺井紀は CG アイドルとしては初の写真集観光や富士テレビからの DVD、a ッ e x から CD デビューなどが話題に。その後、企業の映像プロモーションを支援する株式会社スマートイメージを設立、IT 企業のマーケティング支援を行っていた株式会社フューチャーワークスと合併し、 現在は株式会社ショーケースの代表取締役社長。同社は2015年3月19日、登場マザーズから市場変更し、2016年12月、東京証券取引所市場第一部となっているや、ローポなどの商品開発を行っている。ビジネス関連 iPhone アプリ。ありがとうございます。